ということで、面白いチョコレートをフレッチヴァンガードさんで見つけてきました。なんだなんだ、それがじゃん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 、まだ見ない、じゃーん。おお、え、待って待って、これチョコチョコなんです。これがチョコなんです。いやいやいや、どう見ても魚と絆創膏食べるつもり。本当にこれチョコなんですよ。見てください、チョコですよ。はい、はい、じゃあ早速紹介していきます。はい、ティアラチャンネル。1つ目、何じゃじゃん。おこれはイワシかな、イワシのチョコです。お菓子屋さんチョコ。やっぱりリナは3がね、いいね、うん、やっぱりリナさん、ちなみに魚食べて、うん、そうだね、大きくなれ、うん、なるんだ。これの値段は300円でした。おいしい、え、ね、こんなに入って、結構お手軽な値段です。じゃあ2つ目、2つ目、なんだろう、どれにしようかな。じゃあこれ、今が食べ頃旬のイワシサンマチョコです。本物ですか、見えちゃうけど。普通にスーパーに売ってあるでしょ。うん、普通に取りそう。お得って言って、あ、お得じゃん。でもチョコじゃん。これの値段はなんと300円です。え、おこれが、そう、はい、じゃあ3つ目、はい、3つ目、じゃじゃん、絆創膏のチョコレートです。絆創膏、これはね、いちご味、かわいい。だけどこれさ、絆創膏じゃん。違うのよ、絆創膏だよ。何だった、これは370円です。ちょっと高い、ちょっとお高い、お高いけども、見た目も可愛いね。可愛い。ジップロックがついてるから、ね。本当だね。他のものも入れれる。食べ終わったら。うん、確かに。あのイヤリングとか。うん、あ、で、こんな感じの。後ろもね、中身が見えていいの。ピンクで可愛いでしょ。うん、じゃあ、はい、次、4つ目。はい。これ8だ。8ですね。4つ目。じゃじゃん。また絆創膏。絆創膏チョコレートでーす。どんだけ怪我すんねん。確かに。怪我した時のためにね、うん、学校に持ってってこそ、これを食べたら怪我が治ります。すごい魔法の、ね、これの値段は350円です。おお。そして最後、はい、最後5つ目、はい、10だね、5つ目、それが何だろう、じゃじゃーん、大きい、これはすご、これはことぶきっていうもの、めでたい、タイですね、タイ、やっぱお正月だから、ね、キラキラしてる、うん、生きがいい魚ですね。うん、動きそう、生きがいい、うおー、これね、ねえ、早く食べたいんだけど。食べたいね、ねえ、なんか本当のチョコレートが見せてくる、ちょっと試さないとね、本当なのか。え、でもあれさんが一人で食べたい。ええじゃあまずは、はい、2人がこれ本当にチョコなの証明してって言ってた、はい、サンマのチョコを食べたいと思います。はい、これ本当に魚じゃん。ね、いくよ。開けてみた。あ、痛い。あ、寝そうです。いくよ。はい。これだとチョコかわかんない？うん、わかんない。まずは、あ、開けて。そうだね、開けるよ。開けてください。せーの。あ、でももったいないな。なんでなんでなんで。なんかもったいないな。上から開けたらいいんじゃん。開けたら。ここから。そうだね。じゃあここから開けるね。うん。ここからあげます。行くよ。魚がーきゃー、あ、お、え、え、え、ちょっと一番チョコレート、え、形、骨、すごいね、おお、あ、見て、鱗が、え、ほら、ほんとだ、鱗、ギザギザ、ギザギザ、すごい、普通のチョコじゃなくてね、うん、魚の形してるって面白い、すごいリアル、ね、チョコでしょ、うん、そうだったね、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 すいませんでした、すいませんでした。最年少のりなちゃんに食べていただきます。はい、ではいただきます。はい、頭から食べるとね、頭が良くなるから、そうそうそう、わかんないけど、そうだね、うん、え、どうぞ。あと身長も伸びてね、うん、そうだね、うん、いただきます。角は何パーセント
急な質問。でもミルクチョコ。結構甘いかな。甘い。苦くない。うん。甘くて苦くないそうです。はい。中継。中継。美味しいよ。りなちゃん。カカオ何パーセントくらいなんだろう。分かんない。でも食べやすいね。細長いから。次は。はい。焼きサンマ。はい。お。ご試食。はい。りなちゃんに食べてもらいたいと思います。チョコ大好き。どんな風になってるんだろう、ねえ、うん、どこを開けるんだろう、うん、そこからだね。引っ張って、せーの。おー、ちゃんと焼かれてるよ。質のいい魚ですね。これが本物、うん、これよ。生きてるんじゃない。生きてるのかな。え、でも焼かれてるよ。失礼します。あー、あ、でもめっちゃいい香りがする。あ、開いた。中にね、もう入っちゃってる。はい、うん、ただそれは入ってるかな。お、チョコボールみたい。豆うん、豆しばあるよね。では豆しばあるよね。知ってる。チョコって美味しいんだよ。薬を飲みます。じゃあ食べて。ピーナッツが入ってる。え、おお、食べたい食べたい。食べる。外が、うん、カリカリのチョコで、中にピーナッツが入ってる。うん、美味しい。これ美味しい。食べたい食べたい食べたいです。じゃ、いただきます。癖になる。ピーナッツバターのような味がする、うん、カリッカリ。カリッカリって美味しい。外が焼けられてるみたいな。あの、骨食べてるみたい。甘い骨、甘い骨。ピーナッツ入ってるね。ね、結構ピーナッツの香りが、うん、いいね。次は絆創膏のチョコレート、いちごとストロベリーとチョコ焼けていきます。いちごとストロベリーとチョコレート。言い方ちょっとかっこよくした。焼けます。せーの、パターン。あ、開かなかった。テープがあったよ。じゃあ先こっち。いいよ。中はほら、すごい本物みたい。本物じゃん。本物もさ、こうやって入ってる。縦に、ね、ちょっともリアル、ね、これさ、やっぱりやっぱりさ、絆創膏じゃない。うん。じゃあこっちも開けるよ。せーの。お、気持ちいい音がしたぞ。え、かわいい。はい、こんな感じの中。ん、ただの分厚い絆創膏なんじゃないの。違うって、はい。じゃあまずイチゴから開けます。はい、はい、いくよ。せーの、オープン。おお、ほら、チョコレートじゃないの。ほんとだ、イチゴの香りがする。こんな感じ。おお、すごいね。絆創膏のような。膝に貼ったら甘い香りが貼れないよ。、うん、確かに。じゃあこれはアリサが食べようかな。はい。下に絆創膏。いただきます。ミルクストロベリー。ミルクの味も、ミルク5、ミルクストロベリー5、5対5の味、味、割合で、うん、ちょうどいい。しかもいい香りし、こっからもいちごのめっちゃくちゃ美味しい。じゃあチョコレートは、チョコレートは、ちなみに誰が。じゃありなちゃん。りなちゃんよ。はい、ではいただきたいと思います。はい。お、ちょっとミニサイズだね。ちっちゃい。ちっちゃいね。でも5個入ってるから。うん、ミニサイズ。かわいい。かわいい。りなちゃんにぴったりだね。うん、ありがとう。いいサイズだね。では、うん、いただきます。はい、はい、やっぱり美味しい。食べたい。よだれが出てくる。ドロロロ、涙より。やっぱりこれね、ミルクだから、うん、苦くないし、うん、あ、でも、うん、あ、ほんのり、ほんのり苦い。へー、大人の味わいだね。あと、うん、から苦味が、ね、うん、いい感じ、ね、すごい、ね、じゃあ最後に、最後、はい、みんなが手になっている、お、このタイを開けたいと思います。何が入ってるんだろう。ね、どうなってるんだろう。これ、いくよ。じゃあ、またこっちから。はい、ありがとう。てか、いくよ。ちっちゃ。あ、カン、アリさんのアリ、アリサイズ。アリサイズ。アリ、そういうことね。開いた。開いてない。もう一回。ここからだ、中央部分から。そうだ、ここからだ。頑張って。早い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 
そう、ストップストップ。ポップコーン？クランチ？クランチのような感じ。ポップコーンですね。めっちゃ可愛いじゃん。隕石みたい。どう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 。犬のあれ。ワンドック？違う。ドッグフード。ワンドック。みたい。可愛くない？コロコロしてる。コロコロ。ビー玉みたいだね。じゃあさっき食べれなかったゆなちゃん。はい。食べてどうぞ。なんかゆなちゃんミニタイプばっかり食べるね。お。だろう、すごいよこれ。どう、どう噛んだ瞬間にサクッサクッサクックッキーっていうかポップコーンっていうか、なんか空気が入ってる。そうそう、クッキー、空気が入ってる、空気が入ってるチョコレートみたいな。へー、美味しいよこれ。サクサク、お試しできる。食べます。ね、すごいよね。牛乳と一緒に食べたら美味しい。何だっけ、朝に食べるチョコフレーク。そう、フレーク、フレークのような感じです。あ、そう、空気が入ってて、お菓子であるよね、チョコフレーク。ということで今回はアリサがブレッジヴァンガードさんでバレンタインに超ぴったりなチョコレートを買ってきました。友チョコに